高知競馬9レースファイナルレース1400です。能力偏差値ですが B ランク3等 C ランク1等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます。最後に適正を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。3枠3番、エメラダです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では2層前。 3。層前に黄色線を上回っています。能力的には上位混戦の一等で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、2。層前はオレンジ色の着順が6着で紫の丸が1300。昨年の10月はオレンジ色の着順が2着で1300。 1,300が適距離ですが、一層前の紫の丸、今回と同距離の1,400では、指数を下げています。1,400は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が2頭います。先行タイプが3頭います。 この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は8番手からの競馬です。昨年の10月は4番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。 選考力は19で8位です。上がり指数は28で4位です。選考力、上がり指数とも平凡で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。7枠10番、ケイリエールです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層。 4層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には上位混戦の一等で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、昨年の8月は紫の丸が1300、昨年の6月は紫の丸が1400、1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 昨年の8月は5番手からの競馬です。昨年の6月は5番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は24で3位です。上がり指数は25で7位です。まずまずの先行力で前目につけられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。 7枠9番、バトルオサンナです。能力偏差値は3位で偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では2層前3層前に黄色線を上回っています。上がり指数が高評価できるのは3層前は黄色線を11上回っています。能力的には上位混戦の一等で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと。 三走前は紫の丸が1400昨年の9月は紫の丸が14001400は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3層前は8番手からの競馬です昨年の9月は8番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は16で10位です 上がり指数は30で2位です。まずまずの上がり指数で、差し足を見せられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。5枠5番、名将来陣です。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、2番手グループの一角で、 連帯四角は十分です。す。距離適正を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと昨年の12月は紫の丸が1300昨年の8月は紫の丸が10001300が適距離ですが昨年の11月の紫の丸今回と同距離の1400では指数を下げています1400は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます 指数がピークとなっているところを見ていくと昨年の12月は6番手からの競馬です昨年の8月は6番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は21で4位です上がり指数は30で3位です平凡な上がり指数で差せないリスクも若干あります展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです 過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定20丸を打った3番の対戦成績は、5番に対し、1勝0敗、2番に対し、2勝0敗と勝ち越しています。3番の対戦成績は、高評価できます。暫定丸を打った10番の対戦成績は、有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません。暫定黒三角を打った9番の対戦成績は、有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません。 暫定白三角を打った5番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは9番バトルオサンナです。能力偏差値は3位の B ランクです。距離と展開を高評価しました。対抗丸を打ったのは10番ケイリエールです。能力偏差値は 2位の B ランクです。展開を高評価しました。黒三角を打ったのは3番エメラダです。能力偏差値はトップの B ランクです。距離にリスクはあります。対戦成績を高評価しました。白三角を打ったのは5番名将雷神です。能力偏差値は4位の C ランクです。距離にリスクはあります。以上指数グラフメソッドによる能力。 適正予想の例を紹介しましまた指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります。是非指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。